パサデナはアメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の9番艦。艦名はカリフォルニア州パサデナにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。パサデナは1943年2月6日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社で寄港し、1943年12月28日に CG ウォプシャルプ人によって浸水。 1944年6月8日に、リチャード・ビー・タグル艦長の指揮下収益する。パサデナはマリアナ諸島進行作戦直前に収益し、1944年の夏は成長訓練に、10時9月25日に太平洋に向けて出港する。11月3日に日付変更線を横断し、月の中頃に、ウルシー艦長で第38任務部隊に合流する。 同年の残りはフィリピン攻略戦支援のためのルソン島、台湾への攻撃に参加する。ルソン島への攻撃を継続し1945年1月中旬に部隊は南シナ海へ向かい、日本軍施設及び艦艇への攻撃をインドシナ沿岸、台湾で行う。第58任務部隊と解消された艦隊は2月に日本本土攻撃に向かい、その後南東へ、 方向転換し、伊王島上陸部隊の支援を行う。パサデナは、艦砲射撃と偵察巡行を行った。ブルシー干渉で補給を受けた後、3月中旬に、アイスバーグ作戦のため配置外が行われる。パサデナは、第17巡洋艦部隊の機関となり、3月28日と5月10日に、南大東島への艦砲射撃、4月1日と5月30日に、 沖縄及び九州への日本軍拠点へ攻撃を行った。6月に、うるしい白地、レーテ島で短期間休養した後、部隊は、レーテ湾で、日本本土に対する最終攻撃のため再配置が行われ、7月半ばから8月まで、関東平野、本州北部、北海道の軍需施設へ攻撃を行う。8月15日に日本は降伏した。 太平洋での戦闘が終了すると、パサデナは占領任務に従事する。8月23日にパサデナは第35.1任務軍の機関となり、27日に相模湾に停泊、9月1日に東京湾に入港し翌日降伏文書、調印式典に参加する。その後1946年1月中旬まで、 東京湾に泊まり、占領部隊の支援を行う。1月19日にキロにつき、サンペドロでオーバーホールを行う。オーバーホール後は訓練及び作戦活動に従事し、9月に再び極東へ展開する。1946年11月から1947年2月まで、パサデナはミクロネシアでの訓練に参加し、引き続いてハワイ水域で艦隊演習の後、 カリフォルニア州に帰還する。翌年は局地的な訓練を行い、夏には海軍予備役士官訓練部隊の訓練巡行に従事する。10月1日に再び極東に向かい、同月末にチンタオに到着、1949年5月まで中国沿岸で活動する。6月1日にカリフォルニアに帰還し、その夏は 訓練20時4 9月12日にロングビーチからブレマトンに向けて出航、不活性化を行う。パサデナは1950年1月12日に退役した。パサデナは第二次世界大戦中の戦考で5つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。